セグロセキレイの水浴びを見つけやすいのはどこですか？セグロセキレイの綺麗な歌声です。セグロセキレイが水浴びするのを見つけやすい方法。石がゴロゴロ転がっている川に行きましょう。アユがいるような清流ならなおいいですね。今回は全国でトップクラスに水質がいいと言われる小鴨川を例に見ていきます。Google マップの端の上から河原が広く浅くても流れが緩い場所を探します。河原が広くて餌や居場所が十分にある場所、中洲になっていたり見晴らしがいいなど鳥にとって安全な場所を見ていきます。いますね。水浴びしてますね。多分晴れた日の午前中が見つけやすいと思います。セグロセキレイは背中が黒いけど白セキレイも黒かったりします。簡単に区別するには頬ですね。ほっぺたが黒いのがセグロセキレイです。ざっくりとセグロセキレイの水浴びを観察する方法を考えてみます。高いところからだと遠くまで見えるのですが、距離が遠くなるためカメラで撮影する場合600ミリでは足りないことが多いですね。頭をカキカキしてますよね。これを一歩踏み込んで楽しんでみましょう。頭をかくために足をどのように使っていたのか考えてみるクイズです。足を胸側から前に出したか、翼の後ろを越えてから前に出したか、どちらでしょうか？はやぶさ、コウノトリ、どうでしょうか？ちょっとわかりにくいかも。でも足を戻すときに注目です。ブルブルとフリフリダンスをしましたね。うん、かわいいです。セグロセキレイが水浴びしやすい条件をいろいろと想像してみましょう。スズメは砂浴びをよくしますね。公園の砂場で砂浴びしているのを見ることがあります。橋の上から見ていると魚や大きなカニがいたり、スッポンが石に登っていたり、カワセミが飛んできたりもします。
これはスズメさんのようですね。ここから突然飛び上がります。このスズメさんは砂浴びも水浴びもしませんでした。砂浴びをした後だったのかもしれませんね。普段から練習のつもりでセキレイたちの動きを見ておくといいかもしれません。セグロセキレイさん、羽の奥が少し黒っぽいように見えますね。